テンプさんチャンネル始まりました。よっしゃ。テンプさん福吉原です。トロシロギです。本日はオールスターオートレースすごいレース集。4月26日から5月の1日までオートレース界初の6日間開催で、SG オールスターオートレースが行われます。それに先立って、オールスターオートレースのねすごいレースをね、皆様にお届けしたいなと思いまして、オールスター知らないという方がねもしかしたらいるかもしれないんで軽く説明しますと、任天堂のキャラがいっぱい集まって戦う。違います。スマブラじゃないです。あれ任天堂オールスターって言うけど、いやいやそういうのじゃないです。あれのすごい試合ってことね。いや違います。オートレースです。ーゲームじゃないのよ。スニーカーとかでよくあるけど、そのオールスターじゃねえよ。あれじゃない、星マークの星マークのあれの特集ではない、そう山田勝美とか長野誠とか。いやそれサスケオールスターズね。えサスケの特集ですか今日。違います。ちょっと話がね脱線したんですけども、オールスターこれ野球と同じで、ファン投票によって選ばれた選手たちが出場できる開催となっております。人気選手が一堂に会して行われる開催ということで、やっぱり華々しいレースとなっておりますが、つうことは、リサちゃん出るってことか。ウィッシュさん、リサちゃん、出ます。やったー。食べ過ぎだ。ミノモンタぐらい食べたね。ミリオネアのミノモンタぐらい食べたね。でーでーでーのやつね。リサちゃんもやっぱ人気あるから。そうですね、やっぱ女性レーサーとしてね、まあ出ますから、来ていただかないと。はい、片野リサ選手も出場します。そんなオールスターオートレースなんですけども、私が選んだオールスターのすごかったレースをね3本皆様にお届けしたいなと思います、ということでレースの方見ていきましょう。1本目はこちらです。2004年山陽オートレース場で行われた SG オールスターオートレースの優勝戦なんですけれども、すごいもう大混戦となったレースで、6と8の同期の熱いバトルにも注目して見ていただきたいなと思います、ということで見ていきましょう。どうぞ。パンジャー A 3秒2秒オールスター優勝戦スタートいたしました。出ていくのはインコースか、田中か、2番の岡部か、外からは8番の佐々木も出ていく、5番の高橋もまくっていく、まくっていく、佐々木のブロックをして、それから一気に1番の田中と並ぶところまで上がってまいりました。この時浦田も3番手から4番手浮上の気がありますさあ1番の田中茂どこまで押さえつけることができるか。さあ高橋が入るか、入れない、入れない。1番の田中が粘っている、1番の田中が粘っている、5番の高橋が2番手食らいついていく、6番の浦田、浦田もインコース入ってくるか、浦田が入ってまいりました。さあ高橋と競るような形になっている2番手3番手争い、1番の田中茂が逃げている。レースは残り8周です。1番の田中逃げる、そして6番の浦田が追う。3番手4番手交代か、5番の高橋、3番の長富まで上がってくるのか。さあ前段6番の浦田入れない。さあ外からスコーンとまくってくるか、5番の高橋が2番手3番手浮上をまた伺うか、1番の田中茂、さあ弟弟子のインコース入ってまいりました。6番の浦田慎介、浦田慎介入ってくる、そして5番の高橋は外開けてくる、外開けてくる、6番の浦田が先行、そして後ろの方から目立った動き、目立った動き、さあ中段がもつれている。7番の池田が上がってくる、そして8番の佐々木も上がろうとするか、どうだ。さあ6番の浦田が逃げ始める、3番の長富が2番手浮上、さあ高橋包囲網が作られています。高橋大ピンチか、6番の浦田が逃げる、そして3番の長富が2番手、そして8番の佐々木が3番手上がってくる。さあ高橋はもう前に後ろに右に横に、とにかく邪魔されっぱなしで4番手交代。さあ6番の浦田慎介、久々逃げている、やっぱり今日は緑のしか。6番の浦田が逃げている、三者陣リード、そして8番の佐々木が上がってくる、8番の佐々木が上がってくる、2番手浮上、地元の意地見せるか、地元の意地見せるか。レースは残り4周、6番の浦田が逃げる。さあ23回のオールスター23期でワンツーがなるのか。さあ佐々木がまくっていく、さあ長富がブロックできるか、佐々木が上がってくる。さあ6番の浦田に肉薄するか、8番の佐々木系、地元で今絶好調男はこの人。さあどうなるか、6番の浦田追走する8番の佐々木、23期の一騎打ちムードになってまいりました。高橋は4番手に甘んじております。さあ6番の浦田逃げる、じわじわひたひた迫ってくる8番の佐々木系、佐々木系怒涛の追いが見られるか、怒涛の追いが見られるか。レースは残り2周、昨日と同じ浦田と佐々木の一騎打ちムード。3番手が長富です。長富ベテランの味を見せている。さあ後ろの方は甘んじている2番の岡部、そして4番の荒尾、1番の田中茂、あっという間に最高峰。さあ6番の浦田逃げる、8番の佐々木、渾身の力を込めてレースは残り1周。さあ逆転の目あるのか、逆転の目あるのか。
今ここにハッピーリターンになるのか。6番の浦田慎介、8番の佐々木が上げる、8番の佐々木が上げる、俺だって頑張ってるという感じ。6番の浦田追走する8番の佐々木、23回のオールスターは23期のワンツーでフィニッシュ。浦田佐々木、はい、浦田慎介選手の優勝だったんですけども、うん、浦田選手の優勝かなと思いきや佐々木玲選手がね後方から追い込んできて2人のねマッチレース、緑の日に、うん、緑の勝負服浦田慎介選手が勝つということで、薄い偶然ですね。薄いか、薄いですね、薄いか、たまたまです。それはまあ8分の1だもんな、確かにということで続いて2本目に行きたいと思います。2本目のメンバーこちらです。2014年川口オートレース場で行われました SG オールスターオートレースの優勝戦でございます、はい、もうこちらね青山選手、中村選手とか、うん、先ほど優勝した浦田選手、高橋充選手、うん、金子大輔選手、荒尾選手、そして3号車にね篠原選手、もうスター、すごいね。さあどういったレースだったのか、はい、見ていきたいなと思います、はい、じゃあ見ていきましょう、どうぞ。ケーモンソン SG 第33回オールスターオートレース優勝戦スタート、1秒前、12レース優勝戦スタートしました。さあ注目のスタート争い、外から荒尾が電光石火のスタートを見せる、外からぶっ飛んできました。8番の荒尾聡が奇襲の8コースからトップスタートを切りました。これは驚いた、荒尾聡が行った。2番手には青山周平、篠原敦が3番手、レムサー2周回目。さあ1コーナーで青山が突進だ、青山が先頭に上がった。まずは序盤戦の第一関門を青山周平が突破になりました。先頭に上がった青山、2番手には荒尾がつけています。3番手篠原敦、4番手に中村、その後ろ砂見和之と続いております。さあ競争は残り8周回、まずは序盤戦望み通りの展開になった1番青山周平、 SG 初制覇という未知の領域に向かっています。2番手には荒尾聡、3番手に中村、4番手篠原の外から砂見のまくり、どうか。4コーナーで4番手に上がってまいりました。残りは7周回です。さあ2番手に中村が突進だ、中村が際どくイン鋭く入ってまいりました。さあ中村、この後の動き不気味であります。昨年末のスーパースターもレースの中盤から終盤にかけて青山の背中を懸命に追いかけました中村。残り6周回、先頭は青山周平だ。しかしまだまだ忍び寄っていく2番の中村、昨年末の再現を見るような感じになっています。さらには3番手砂見の動きも実に不気味、3番手に上がった。さあ中村来るか、残り5周回、中村が倒すのか、青山の懐捉えた、中村が先頭に立った。またもや青山の前には中村が立ちはだかるんでしょうか。3番手には砂見和之、4番手に浦田慎介の体勢になっています。さあ力は合わせていないか、またもや SG 制覇はならないか。青山現在2番手の位置、先頭は中村雅人、レースの中盤戦先頭に上がりました。緻密な戦略でクレバーにさばいて抜け出しました。中村が先頭です。川口バンク、まさに中村雅人のテリトリーに入っています。残り3周回、先頭は中村、青山周平2番手の位置、3番手に砂見和之となっています。先頭は中村雅人、2番手に青山周平の体勢に変化はありません。津波は3番手、津波にも SG 発生派の夢がかかっています。まだまだ可能性を秘めています。残り2周を切りました。先頭は中村、さあもう一度青山が近づいてまいりました。青山が近づいてまいりました。史上最短の SG 制覇をかけまして青山周平、さあ渾身のツッコミを見せることができるかどうか。しかしその前には大きな大きな背番号2が見えている。さあ斜めになって青山周平渾身のツッコミ、中村が差し返していく。さあ船橋の壮絶な争いになっている。インコースから中村、外から砂見が現れた。しかし先頭は中村、またもやまたもや中村だ。買い戻し金です。2連勝短式2番4番、はい、レース見ましたけども、いや終盤いく、まだ SG 取ったことない青山のこの展開ね、そうすごい。中村選手もね、青山選手に1回抜かれますけれども、うん、冷静に立ち回って、でそこをやってやるぞって感じでまくってきた須波選手の追い上げも、ベスト最後の1周特集でこれ多分入る、今度ありだな、ああありかも、今度ありそれ、最後の1周すごかったレース集、うん、最後の1周すごかったレースも1周だけね、うん、そうそう、それをなんかいっぱいに入りそうなレースでした、ね、うん、今素晴らしいレースでした、うん、さあ続いて3本目のレースはこちらです。2017年川口オートレース場で行いました SG オールスターオートレースの優勝戦でございます、はい、はい、もうメンバー高橋充選手、うん、
永井大輔選手、そしてあの松尾ひろみ選手、で新井健太選手、青山修平選手、佐藤隆也選手、荒尾選手、そして大外に鈴木圭一郎選手がいるんですよ。大外にいる、まあ、なんで鈴木圭一郎選手がね大外にいるかと言いますと、一番選択かなんかだったんですよ。あ、本当は選べた、選べた、うん、でも鈴木圭一郎選手 SG4 連覇騒がれてて、うん、もうドキ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 しちゃってたから、うん、まあ、もうこれ取れだろうと、うん、あの周りから騒がれて、その期待が圭一郎選手の重圧になって、もうプレッシャーがすごくて、うん、心臓張り裂きそうだから、今回はもうあえて8号車で行かさせていただきますという。なるほどね、うん、楽に行きたいと、逆にそう、はい、いうことで、うん、ケイチロ選手あえての8号車なんですよ。なるほど。あの青山修平選手とかも、水口選手もすごいレースしますし、うん、あと松尾選手の走りもちょっと注目して見ていただきたいなと思います、うん、はい、ということでラストの3本目見ていきましょう。どうぞ。バルマ、いや、ランプが消えました。きら星決戦オールスター優勝戦スタートしました。高橋光久、さらには永井大輔、センターからは青山周平、好スタートを切りました。トップスタートは5番の青山周平、オールスター連覇がかかっています。まずは棋戦を制したのは青山周平であります。そして高橋光久、2番手の位置です。まずは伊勢崎勢が引っ張る形になりました。優勝戦注目の永井と鈴木圭一郎は中段です。さあ高橋がインをえぐってくる。高橋光久先頭に上がりました。ファン投票に高橋光久、大きな声援を得て先頭。しかしもう1回青山であります。もう1回青山、この1年で天国と地獄を味わいました青山周平、今試練と向き合っています。さらには3番手永井大輔、4番手に3現れました鈴木圭一郎。永井と鈴木圭一郎が今対峙する中段の争いになっています。先頭青山周平、青山が先頭です。2番手は高橋光久、最も SG 競争を乗り越えてきた男、高橋光久現在2番手であります。さあ指定3番手、さあ松尾がやってまいりました。松尾が中段3番手に上がってまいりました。追い上げる宣言をしていた松尾博文、賞金は二の次、どうしても SG を勝ちたいと話していた3番の松尾博文が今日は人の良さを封印します。2番手に上がってまいりました。先頭は5番の青山周平、2番手は3番の松尾博文、高橋3番手、鈴木圭一郎4番手、さらには中段5番手には荒尾聡、2番の永井大輔は抱きが入っている6番手、7番手佐藤隆也、最後方は4番の新井啓太、先頭は5番の青山周平。まだ5周回残っています。これが 5100m 長距離戦の怖さであります。先頭は5番の青山周平、まだまだスタミナは残っているのか。2番手は3番の松尾博文、そして3番手、さあ鈴木圭一郎が来る、王者の懐入ってまいりました。先頭はまだ5番の青山、リードがあります。相当から千載一遇のチャンス、松尾でありますが、その夢を木っ端みじんに打ち砕くのか鈴木圭一郎。残りは3周回、これは名勝負だ。5番の青山先頭でありますが、流れた悲鳴がこだましている川口バック、鈴木圭一郎が先頭に上がりました。2番手には青山、3番手に松尾博文となっています。先頭は鈴木圭一郎。鈴木圭一郎、包囲網を解き放つ異次元の走りを見せました。決して慌てませんでした鈴木圭一郎。2番手には青山、鈴木圭一郎が先頭であります。2番手に青山、3番手松尾博文の体勢になっています。先頭は鈴木圭一郎、よくぞここまで来ました。残り1周回であります。 SG4 連覇という先陣が成し得なかった未知の領域に向かっています。たった半年で SG グランドスラムに王手をかけます。最強のピンクパンサー現る鈴木圭一郎、名実ともにナンバーワン宣言、 SG4 連覇達成だ。払い戻し金です。2連勝短式8番5番、はい、はい、3本目見ましたけども、うん、序盤のね、光久選手と青山周平選手のやり合い、そして松尾選手の強烈な追い込み、松尾選手が優勝かなと思ったら圭一郎選手が後半ぐわーって伸びてきてのすごいわ、うん、あそっから来る。松尾選手も結構後ろからあっちゃう。そう、松尾選手この時ね、めちゃくちゃ車仕上がってたんだけど、後半2周で垂れちゃったんですよ。はい、松尾選手惜しかったんですけどね、マジ序盤こんなに渋滞するっていうぐらいだと思った。そうだね、もう青山展開だったけどね。そう、青山選手これ勝つわって思ったけど、思った。松尾選手がケツくっついてる時、青山周平選手ミスなく走らないけど、圭一郎選手がケツくっついた瞬間ミスってコース外して、そこを抜け出していけた圭一郎選手、まあ、それを考えてやっぱね、この当時の圭一郎選手、その運という意味でも、もう乗りに乗ってたんだろうなって思いましたね。はい、SG4 連覇、 SG4 連覇グ
そしてですね、4月30日、はい、テンプスタンプチャンネル内にて、はい、SG オールスターオートレースの準決勝の日、はい、生配信させていただこうかなと思います、はい、ということで、そちらの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。明日チャンネル登録お願いします。